はい、どうもお金持ち協会でございます。本日2015年7月のもうわからへん、ほんと日付わからへん、ほんと日付がわからへん、日付とか、今度見んねん、パソコン見たらいいかな。何日何日やねん、今何日やねん、日とか知らんし。23日木曜日の日記飯です。ただいま4時14分。ちょっと掃除とかしてて1時過ぎにご飯食べれたはずやのに、ごちょごちょしてたらこんな時間まで食べそびれました。バズマス協会です。本日はプルコギうどん、プルコギで焼きうどんにしました。でレンチン飯、ごま塩、あと松茸のお吸い物に麩入れて、かきたま、かきたま、もうちょっと見えにくいし、熱いしやめとこう。いただきます。よし、とりあえずご飯とか食べよう。昨日はね、びっくりするぐらい忙しかったんですよ。恐ろしい暇、仕事が、もう午後から、午前中はみっちり働いてるけど、午後から暇でね、でね、掃除してた。掃除動画あげましたね、今日公開しました、ね、パテマニアックスのね、めっちゃうまい、プルコギうどんめちゃうまい。何これ、何これ、めっちゃうまい。またこれ、こうやってプルコギのあの2個買ってこう。プルコギに味付けしてある2個と豆板醤、甜麺醤だけ味付けは、あと玉ねぎとニンニクの芽。やばやばいな、うまいな。落ち着く。麩いっぱい入れてます、麩を、麩をね。あ、落ち着く、で掃除をね、するとね気持ちがいい。猫がね、うろちょろするとね、腹が立つ。ほんまね、こいつらの毛がね、いっぱいついててね、ほんとね、コロコロどんだけしたか。また上がってる、こいつ。ここはね、バカ黒団子、お前は黒団子、これお前の毛じゃ、バカもうね、サンボの毛がえげつないのよ。またファーミリーだけだかも。これ床もモップ掛けしたし、モップというかクイックルワイパーしたし、ゴミも捨てたし、気持ちがいい。せやのに、お前はここにいるのか、出ていけ。黒猫め、微動だいせ、微動だいせ。私仕事なんですけど、昨日入籍しました。嘘、それは嘘や、嘘ぐらい分かるな。昨日の夜にね、ちょっと気まぐれでね、
ツイキャスやってみようかなと思ったら、思いのほかね、やりやすく、画面もそんな言うほど汚くなかったんで、これがちょっと当面ね、ニコニコ生放送じゃなくてツイキャスで放送しようかなと思ってます。めっちゃ楽あれ、やりやすいもんでですね、まあ下にリンク貼ってますんで、まあよかったらサポーターってやつかわからんけど、うん、やっていただければ、多分今夜もします。うん、まあちょっと練習中なんで、練習中っていうかちょっといろいろ試してるんで、うん、どうやら調べてるとね、ゲーム配信できるそうなんで、ちょっとそれやってみようかなと、うん、あ、気持ちいいな、こっちの体が。ですんで、ニコ生の方、ニコ生のコミュニティが入ってられない方は、おそらく俺の放送してもわからないと思うんで、うん、うちのツイッターフォローしてもらうか、うちのツイキャスの方に ID 作ってもらってサポーターになってください、うん、なんかね、ラグも少なくてよかったのよね、うん、うん、おまけにね、レベル24になるとね、高画質配信できるって書いてあった、うん、とりあえず目指せレベル24、うん、やっていこう、うん、15人、うん、15人サポーターになってくれてますね、うん、ツイキャスって、ね、何がいいかって、コメビューいらないでしょ、ライブエンコードいらないでしょ、まあゲーム配信でていいかもしれないけど、うん、プラスラグが少ない、これいいよね、で多分携帯からとかやったら画質もっと悪いんかもしれない、俺パソコンからやから結構ぬるぬる綺麗に映ってたのよ、うん、美味しい、美味しいや、ああ、うん、分かった。これね、松茸の吸い物に溶き卵と拭いていただけでもね、前食べた、前食べたって言って、まだ洗ってない、公開されてないけど、そのうち7月、8月の終わりぐらいかもしれないけど、ワイン動画を撮ってんけど、それで食べたエビの殻で出汁取ってます。やばわ。というわけで、本日2015年8月、7月23日、木曜日の肉飯でした。ごちそうさまでした。ツイキャスの方、よろしくお願いいたします。バチモス業界でした。暇そうやな。熱っ。